ャンネル。よっ。こんにちは。今日はですね、はい、甲子園問題、はい、今年のプロ野球問題って語ってきましたけど、はい、2021年、うん、来年のプロ野球問題を語るっていう、まだ来年いっちゃうんですか。え、はい、今年もまだ全く決まってないのに、はい、来年の話しちゃう、はい、来年も相当やばいです、はい、2021年問題っていうのがあるんですよ、はい、プロ野球でも普通にコロナが収束してれば順当に行われるってことですよね。順当には行われるんですけど、はい、相当厳しい問題があるんですけど、はいはい、じゃあ2021年のちょっとスケジュールをおさらいしますけど、はい、おさらいっていうか、はい、まあ、知らない人もいると思うんで言いますけど、はい、2021年はですね、あの野球界あの夢の祭典、はい、世界一を決める WBC が4年に一度行われるんですよね、はい、でそれが開幕が3月9日。あ、そっか、 WBC 来年なんですね、はい、の1次リーグに始まって、はい、うんうん、決勝まで行くと3月23日。おお、だから準決決勝はアメリカのフロリダで行われます、はい、ということは今年の開幕が、まあ、予定では3月20日だったわけですけど、はい、それよりもっと遅くなるってことですね、はい、でも、はい、来年、うん、オリンピックが、あ、確かに東京オリンピックが延期されて、はいはい、予定になって1日前後するんだよね、金曜日からから7月23か24に始まるから、はい、ほぼ今年と同時期にオリンピックは始まるわけですね、うん、この、まあ、もう順当に収束して順当にいけば、はい、ってなった時に3月20日開幕はできないんですよ、はい、できないですね、そのプロ野球、はい、WBC 行っちゃってるんで、今年オリンピックがあったから前倒ししたんですよね、1週間。そう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 、うん、でも本当は前倒ししたいんですよね、はい、オリンピックの休みがあるんで、はい、でもWBC があるんで間押しできないんですよ、うん、はい、でしかももう決勝まで23、うん、で前回の2017年は、はい、それ2013年前以降っていうのはすぐ開幕してたんですよ、プロ野球。だから僕が行ってた時もあの火曜日ぐらいに WBC 終わって、はい、もうその週末から開幕してたんですよ、はい、プロ野球が、うん、でそれじゃきついって言って、うん、2017年は10日間ぐらい空けて、うん、あの次の週の金曜日から開幕してたんですよ、はい、っていうことはもしそれが WBC の負担を軽減するために開幕が遅れるってなると来年4月2日開幕になるんですよ。うーん、ちょっと遅れますね、普段より遅れると、はい、うん、でオリンピックの期間休むってなると、うん、はい、きつくないですか。あ、ちょっと久々にやりましたいや、そうですね、はい、だからそれで日程を消化していかなきゃいけないんで、はい、うん、もし今年もね、はい、昨日、おととい出した動画で、はい、あの12月の頭までやるかもしれないなった時に、うん、そこまでやってすぐ WBC、はい、だからまあいわば1回オフにならないでいいんで、はい、まあ、体動きやすいっていうのもありますけど、うん、疲れとか軽減しながら WBC、はい、でちょっと空いてペラント、はい、で WBC 選ばれてる人たちがオリンピックも選ばれた場合は、はい、オリンピックもオリンピック、はい、で終わってまた12月までペラント、うん、すごい。いや、まず今年がプロ野球どうなるか分かんないですけど、うん、もしかして本当にカッツカツで、うん、今年まあじゃあもう143試合やりましたってなったら、うんうん、そっからの WBC からのまたその流れ、うん、本当にしんどいですね。そうっす、だからその流れになるかも分かんないですよ。いや、もうこれオリンピック延期にしました、うん、WBC も延期しましょう。だから WBC も延期になる可能性はあるですね、その、うん、あの次の大会からまた出場国が増えるんですよね。あ、そうなんですね、でそれによって予選もしなきゃいけないんで、はい、その予選が多分まだ終わってないんで、はい、その予選が終わらないと WBC にできないんで、はい、その予選がまずどうかっていうところもあるんですよね、はい、だからまあ WBC は2022年に伸びる可能性あるんですけど、はい、そうなった場合冬のオリンピックと北京のガチャンコになるんですよ。あれ、冬のオリンピック再来年？再来年です、2022年です。あ、そっか、うん、なっちゃうんで、はい、その注目度からするとそれは避けたいですね。だから超同時期になっちゃうんで、うん、冬のオリンピックってその時期でしたっけ、はい、イベントが詰まりに詰まってますね。だからこれもう全部が、うん、だから WBC とか、はい、ワールドカップで、はい、夏冬のオリンピックとか、うん、世界陸上とか、はい、世界水泳とか、うん、そういうのも全部パズルのように重ならないように全部うまくできてるんですよ、はい、そうですね。だから大げさに言うとどれも動かせないんですよ、はい、いやもうだ逆に全部を1年延期でやる、
それはできないですよね。でも今回夏のオリンピックを1年延期にしたじゃないですか、うんうん、冬のオリンピックももう来年の夏のオリンピックも基準にして、そこからもう2年後にやるとか、うん、そしたらその後のオリンピックも全部でもそこから全部もう今回の来年のオリンピックを基準もうスタート、そこからもう全部延期、そしたら他の競技も全部変えなきゃいけないじゃないですか。はい、そんな連携取れないですよね。取れないですか。IOC が全部やってるわけじゃないですからね。あ、そうですね、ああそっか、ああ、だからそう考えると、うん、収束してたら、はい、もうこの2月3月の、うん、その WBC はもう真っ青やと思うんですよ。はい、そうなるともうまた2月10日ぐらいから代表合宿入って、はい、ってなるから、うん、選ばれたら地獄っすよね。そういう時ってどうなんですか、選手選ばれたいですか、選ばれたくないですか。WBC は選ばれたいですね。あ、メジャーリーガーガンガン出てくるんで、はい、でしかもね、アメリカ代表の名前忘れましたけど、はい、あの来年の WBC2 連覇するために全員集まろうぜって言って、はい、有力選手に声かけてそれが盛り上がってるんですよ、賛同して、はい、うんうん、また連覇しようみたいな、はい、だからどんどん WBC もやっぱ認知されていってきてるんですよね、はい、このずっと、はい、なった時に今の多分選手とかはだから2006年僕らが一番最初出た時だったらもう14年前じゃないですか、はい、それを見てプロ野球選手に憧れて、うん、プロ野球選手になった人もいると思うんですよ今。じゃあそういう世代が、だって20歳だと6歳ですからね、はい、あ、そうですね、うん、25歳でも小学生11歳とかです、はい、30歳だとと高校生ですね。あ、まさにドンピシャかもしれないですね。ああ、そうです。だからそれを見て、うん、その後のね2009年の世界一、うん、2年2回連続に世界一も、はい、それを見てプロになって出たいと思ってる選手たちもいると思うんですよね、はい、うん、ってなった時にやっぱそれは出たいですよね、はい、あともう一つ起こるのが、はい、仮に、うん、仮にこの WBC で惨敗した時に、はい、うん、同じメンバーでオリンピック行けないですよね。そうですね、うん、選手も、はい、そこも難しいですよね。でもそれはまた選び直せばいいんじゃないですか、 WBC の代表と。でもその いいと思ってる代表で言ってるんですよね、はい、それ選び直すの難しくないですか。え、でも大変ですよ、期間は空くじゃないですか。空くんですけど、はい、じゃあもし仮にですよ、はい、鈴木誠也、うん、2月あんま打てませんでした、はい、3でペナント打ちましたと、はい、選びます、選びません。え、ペナントでめちゃめちゃ打ってたら、でもここ打ってないんですよ、国際大会、はい、まあ、それはあの調子の波がね、難しくないですか、そういうので。そうですね。で他じゃ あの坂本とか、うん、吉田正尚とか、はい、選ばれてた時に、はい、WBC も完璧なメンバーで行くわけじゃないですか、はい、でそこで惨敗した、うん、でオリンピックある、はい、同じメンツで横滑りできないですよね。でだどれをじゃあどれを入れてどれを省くかって難しくないですか。まあまあその WBC の結果次第でもありますけど、まあ、難しさはありますけど、はい、であとは監督問題も、はい、だからあの北京の時も2008年、だから2009年北京がのオリンピックがうまくいけば、はい、2009年の WBC も星野さんっていうラインだったらしいんですよね、はい、でそれが2008年の北京でメダル取れなくて、はい、で星野さんの監督の目がなくなって、はい、で原さんが2009年監督になって、はい、WBC 優勝したっていう、はい、まあ、歴史があるんですけど、ってなった時に、まあ、今報道では稲葉さんが監督継続の要請は出してるんですけど、はい、うん、仮に WBC で惨敗した場合、はい、オリンピックも同じまま引き継いでいけるかどうかっていうのも問題になるんですよね。 WBC 優勝しましょう。だから WBC は今までね、はい、負けたシーンも6、9、うん、13、17、はい、4回やってるんですけど、はい、ベスト4を外したことは1回もないんですよ、はい、うん、だから第1回優勝、うん、第2回優勝、うん、で第3回も山本浩二監督の時はあのベスト4で、うん、まあ、プエルトリコに負けちゃったんですけど、はい、まあ、ベスト4入り、はい、で前回の2017年国防さん監督の時も、うん、アメリカには負けましたけどベスト4は入ってる、はい、だベスト4は絶対入ってるんですよ、はい、で言えば日本のプロが参加しての国際大会でベスト4を外したことは1回もないんですよ、はい、だから2000年のシドニーも、うん、ベスト4には入ってるんですよね、はい、で2004年のアテネも、うん、まあ、銅メダルベスト4には入ってるんですよね。で2008年の北京も、はい、まあ、4位でしたけどベスト4には入ってるんですよ、うん、だから準決勝行ってるんですよ。え、じゃあベスト4入れば、まあ、優勝もちろん目指すは優勝、うんうん、でもベスト4入れば惨敗とは言わないんじゃないですか。だからそこはあとは負け方とか戦い方とか内容も問われるじゃないですか、はい、だから仮にベスト4入れない、だってあの2010
3年の山本浩二さんの時、はい、下手したら1次リーグで負けかけてましたからね。あ、そうなんですか。あのブラジルとか、うん、あの台湾に、はい、あの鳥谷が奇跡の盗塁して、はい、でセーフになって岩瀬さん、あれもう今、はい、ブラジルと台湾は、うん、あの岩瀬さんいなかったら 100% 負けてますからね。私あの時に鳥谷選手のファンになりましたもん。あのギリギリあの盗塁アウトでも、うん、もう終わってるんですよ、はい、そうですよね、はい、だって9回2アウトでしたよね、あの盗塁、うん、そうそうそう、めっちゃしびれましたよね。あの鳥谷と岩瀬さんの、はい、まあ、おかげっていう言い方もおかしいですけど、はい、2人の活躍があっての、うん、あの2013年は準決勝までいけるとって、はい、あれなかったらあのまま日本ラウンドで負けてますからね。あ、その状況でしたっけ、はい、っていう可能性もあるわけですよね、はい、まあ、なんかないですよね、うん、そこら辺も難しいですよね、うん。まあ、でもこんだけ日程がまあ順当にやるとしたら詰まってるじゃないですか、うん、もう両方、まあ、もう本当に普通にいたら選ばれるだろうっていう選手ってまあいるますよね、うんうん、分かんないですよ、まあ、分かんないですけど、そこが分かんないが怖くないですか。怖いですよね。でそういう時って、まあ、じゃあ WBC でめちゃくちゃ活躍しました、うん、でペナントレースでも活躍めちゃめちゃしてます、うん、そしたらオリンピックも選ばれるじゃないですか、うん、でももう体力が限界がもうどうしようってなる可能性もあるじゃないですか、うんうん、そういう時って東京オリンピック自体っていうこともあるんですかね、うん、ひょっとしたらひょっとするですよね。どうですか気持ち的には。佐藤さんがじゃあ現役選手だとします、うん、WBC と東京オリンピック現役だったら、はい、俺行くやろっつってそれはそうですけど、そのまま行くやろお前、俺は WBC も勝って、はい、オリンピックも勝ってシーズンも勝ってもう3冠やっつって、はい、そのまま行くやろっつって 100% 僕だったら、ね、行きますよね、もう気合いで行くっすよね。そんなもん疲れとか関係ないやろ。ちょっとなんかこう足がちょっと調子悪いんだよなみたいな、もしかしたらもう故障、もうそういうやつは来なくていいんですよ。もう僕はね2006年の王さんが言った一言で、はい、もう僕はそれでもう哲学して、はい、もう染み込んでるんですけど、はい、自分の心に、はい、代表は来たやつが日本で一番上手くて優秀な選手ってことやって、うん、これが来たやつが日本最強チームなんだということは、そうだもんね、うん、それまあいろんな事情があって、はい、断る選手もいると思いますけど、断ったやつは日本代表、日本最強クラスじゃないんですよ、うん、王さんが言うにはね、はい、来たやつが日本最強の選手チームなんで、これで戦うんだって、で世界一ですから、来たやつが日本最強の選手なんですよ。なるほど。それはいろんな理由があって断るのも仕方ないし、はい、断るのもあるんですけど、それはもう仕方ない、来たやつが最強。なるほどな、はい、もうすごい個人的に、はい、なんですけど、うん、オリンピックと WBC って素人からしたら両方すごいものなんですけど、うん、選手としたら勝ち、まあ、勝ちっていう言い方も良くないですけど、うん、どっちが、まあ、普通に考えたら、はい、じゃあ東京オリンピック東京を抜けた場合、はい、オリンピックと WBC で考えたら、はいはい、もう WBC の方が上ですよね。あ、そんな上なんですか。だってメジャーリーガーが出ますもん。そっか、オリンピックメジャーリーガー出ないんだ、はい、あ、全然違いますね、はい、はい、そっか、そしたらじゃあ WBC の方でも東京は東京っていう東京があるからですけどね、うん、はい、だから今回ね東京オリンピックだからプロ野球もシーズンを休むわけじゃないですか、うん、前までの北京、アテネ、シドニーの時はシーズン休んでないですか。確かにそうですね、うん、まあ、それぐらいまあ東京オリンピックっていうのはプロ野球界でもまあ重要視するもんね。そうそうそう、それはまあ日本だからね、うんうん、そうですね、これはもし本当に東京じゃなかったらシーズン普通に戦ってると思いますよ、うん、そうですね、前回とそのね、はい、うん、せいでっていうのもあれですけど、はい、2008年北京オリンピックの時はですね、あの阪神が独走してたんですよ、はい、でその北京に出場した新井選手とか藤川選手とか、うん、あの阪神の選手も出てましたけど、はい、でそこで で新井選手が故障かなんかしたり、はい、藤川選手も状態悪くなっちゃって、うん、そのメイクレジェンドかなんかっつってジャイアンツに大逆転食らったそうです、はい、そうなんです、はい、まあ、そういうこともあるあるんで、うん、だからまあね何がいいか悪いか分かんないですけど、はい、2021年ねこのまま行ったらプロ野球すっごいこと、まあ、バンバン起きるだどうなるんやろっていうめちゃくちゃ大変ですよね。だからもう大げさに言うと、はい、どうなんやろ、なんかそこら辺もね、だからその WBC の成績次第でも、うん、オリンピックのメンバーもひょっとしたらねどうなるかも分かんないし、はい、両方選ばれた場合はもう2月から12月も日本シリーズまで行っちゃうと12月までやばいし、いや今シーズンがまず開幕するかしないかで、うん、もしものすごくずれ込んで12月までシーズンやるってなったら、うんうん、さらに連鎖で続きますしね、うん、しかも来年もねそのオリンピックあるから、うん、多分12月ぐらいまで日本シリーズ行くと思うんですよ、はい、うわ頑張り時ですね。うん、だからね、うん、そこら辺のマネジメント、まあ、チームも大変だし、はい、選手も大変やと思うんですけど、うん、あのこの来年にもね野球界は響いてくるっていうところが、
どうなるのかね。まあ、もちろんもうコロナが早く収束してほしいっていうのが ね、一番ですけど、あの選手の皆さんもかかんないように体守っていただいて、うん、できること頑張るしかないですね。頑張るしかないですね。目の前のこと頑張るしかないですよね。もうあとはもうこんなんもあれですけども、なんとかね、はい、気合で頑張っていくしかないですよ。でも古い人だしてね。いやだって、ね、予防薬とかもないわけですから。インフルエンザの注射とかもないから、かかんないぞー、 できる限り自粛、もう外出、ね、しないとか、あとはもう来年どう切るのかなって妄想しながらね、はい、いろんなシミュレーションしておきます。はい、目の前のこと頑張りましょう。はい、これは、はい。